回のゲストはオリエンタルラジオの中田敦彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半はあのチャンネルの方でやらせていただいて、今回後編で私のチャンネルだったんですけど、もう久しぶりにたくさんお話できてめちゃくちゃ楽しかったです。こちらこそです。もう1年ぶりくらいにお話しして、堀さん節がもう最高で。今どちらにいらっしゃるんでしたっけ、うん、シンガポールに在住してる。シンガポール一回お仕事で行ったことあって、うん、おどうですかシンガポールは。朝と夕方がずっと涼しくて気持ちよくて、めっちゃいいですね。デビューしてずっとテレビとかに出させてもらったので、基本的に歩いた時に あっちゃんだって言われる生活をやってきたんですけど、はい、まあ、それがないっていうなんか気楽さみたいなのがあったりして、いいな。それはすごい向いてるかな。基本的にはでもずっと家の中にいるから、はい、誰かと喋りたくなっちゃって、でこうやってあのコラボトークで あの人間味を回復してるんですよ。そうなんですね。そうだったんですね。結構大事な時間だったんですね。コラボではなくライフラインって呼んでますね。かっこいい。ライフラインです。はい。私ちょっと相談がありまして。どうぞどうぞ。ご結婚されてるじゃないですか。うん。知ってます。この人だと思ったきっかけ、私友人含めスタッフさんとかにも結婚できないんじゃないかってずっと言われてて。まずなんですけど、堀さんは結構早めに結婚すると僕は思います。はい、嘘。性格が社交的 で異性の友達も多くて、それでなんか柔和で子供も好きでみたいな、そういう藤森慎吾っていう男がいるんですけど、彼があの今一番その結婚してない歴が長い。そっか。どんな人が合いそうですか。なんか私に合いそうな人ってこの世にいないんじゃないかなと思うんですよ。理想のタイプみたいなのを挙げたら実在しない人になるっていう。そうなんです。私もそうなんですよ。僕が結構長きにわたってこういう子がいいなって言ってたタイプと全く違うタイプの人と結婚したんですよ、はい、そうなんですね。平面でつまずくドジっ子タイプの子ってグッときてたんですよ、嫌だな、はい、漫画でいるじゃないですか時々。守ってあげたくなるタイプですよね。転んでメガネがちょっとずれちゃって、でメガネがなんか外れたのを見て、あ、俺だけが知ってるあの可愛い子みたいな。可愛い子がいいんですもんね、きっと。自分のタイプの顔がいいってわけですもんね。自分のタイプじゃない子に関してはやっぱりこう特に何とも思わないですからね。確かに難しいかもしれないですね。でもそのうちの妻はどっちかっていうと、はい、しっかりしてるタイプなんですよ。あー、かっこいい。結婚するんだったらそっちかもって急になんかスイッチが入って、口論して負けたんですよ。負けなそうです。僕もあんま負けたことなかったんですよ、はい、押し切られた時にそのなんかこう、あ、いいかもみたいな。ヤンキーがあれですよね、唯一自分に向かってきた女の子に対して恋するみたいな感じですよね。それに近いかもしれないですね。この子はみたいな。もしかしたら堀さんが全く想定してない出会いがあって、え、こんな人いるんだってなって、その瞬間にびっくりしすぎて結婚しちゃってるっていうのありますよね。なるほど。ちなみに今ベースでこういう人がタイプっていうのあるんですか。歯向かってこない人。信長公の意見ですそれ。岐阜出身なのでやっぱ信長。天下不武すぎるからそれ。2つ目はなんか交友関係があまり広くない人がいいですね。おお、なるほど。自分のこう一人の時間を楽しめる人、ちゃんと。なるほどなるほど。お金をあまり持ってない人。お金持ってない方がいいんだ。余裕があるじゃないですか。で、すごくそのお金をこう持ってるってことは、いろんなこう経験をされてすごく魅力的だとは思うんですけど、私的にはやっぱそのちょっと不安もあるというか、なんかお金があるからこそ遊んじゃうんじゃないかとか。確かに。年下で私よりもお金がない人。勇気ある発言ありがとうございます。あんまり聞いたことがないですよ。そうですよね。年齢でも収入でも下にいてほしいですね。ここが優しくてなんかすれてない人がいいですね。遊ばない、すれてない、マウント取ってこない、お金持ちじゃない、そういう人ってめちゃくちゃまだいると思うんですよ。でもその可能性がある人がいいです。将来性があるんだ、成長するんだ。しかも育てたい願望があるんですよね。成長させて、それでなんかこうすごいお金を稼ぐようになっちゃったらまたちょっと違うんです。家庭を見ていっての大成功はすごく素
敵なので。めちゃくちゃいそうですけどね、そういう人。あんまり難しくなさそうですけど、ね、モテなさそうな感じのイケメンですね。さっきの僕の図書室の女の子にちょっと似てませんか。同じ悩みを持って同じ病を抱えてたんですかね。そうなんです。私だけが気づけるかっこいい人っていう感じ。夢を見ちゃってますね。そうやってお話が出るってことは結婚したいなとかっていうふうにもちょっと思ったりもするってことですかね、いつかはですね。でもなんかあんまりこう人に頼る人生が嫌なので、基本まあ自分でちゃんとこういろんな道を見つけて働いていろんな経験してからかなとは思いますね。現実的に考えたらやっぱり同じ業界の出会いが一番多いでは多いですけどね。ドラマの現場とかでもあんまり話せないで、というか自分から話しかけに行けないんですよ。そういうタイプだ。話しかけてもらって、たくさんお話とかはあるんですけど、なんかすごい緊張しちゃって、で結局仲良くなったのが一番その現場でいうおじさまというか、なんかおじさん話しかけてくるからね、おじさんってすごいそれが嬉しくて、なんかたくさんお話ししてて、年齢差がある方とめっちゃ仲良くなるんですよ。裏方さんとかどうですか。お話あんまできないですね。技術さんとかすごいこう立ててくれそうじゃないですか、堀さんのことを。私みたいな女性モテないんですよね。そんなことないと思いますよ。現場でずっと口内炎がとか言ってるんですよ正体の信長だから正体信長やばい。それはまあおいおいこれからなんでしょうね。あともう一つ、あの質問が、質問というか相談があって。はい、はいはい、どうぞ。これからあの、いろんなことを経験していきたいなと思うんですけど。はいはいはい。私は今お芝居とか、まあ、撮影雑誌のモデルとかいろいろやらせていただいてて、他になんかどういうことやったら、あのなんか私まだ25の未熟者なので、どういうことやったらいいんじゃないとか楽しいんじゃないっていうのありますかね。何を経験したらよくて何を経験したら悪いんだろうって思った時に、意外と結構そう、大ピンチを経験すると強くなったなって僕思うんですよ、はい、あー確かに、チャレンジする、大ピンチを陥る、ギリ生還する、強くなるっていう、わあ確かに。普通の経験ではなくて、なんかピンチがセットできそうなチャレンジっていうのがいい経験なのかなって僕は思ったので。なるほど。全くやったことがないぞっていうことを、たくさんやるとなんか面白いのかなと思ったんですけどね。そうですよね、確かに。なんかやってみたいこととかあるんですか。一人で海外に行ってみたいんですよ。めちゃくちゃいいじゃないですか。言語も話せないので、英語とかも、だからどうなるのかなっていうのはあるんですけど、それに関して大丈夫だと思いますよ本当ですか。面談みたいな感じで、はいはい、子供の学校のその先生と面談する時があるんですけど、あのオンラインとかで、はい、めちゃめちゃ流暢になんか喋ってるんですよ。あなたの息子さんはこう、こうですよ、はい、とか言って、9割方何言ってるか分かんないですけどやばい、面談になってないじゃないですかラジオかなって思いながら聞いて、ラジオかなじゃないですよ。Oh yes とか言って、Oh yes じゃない、結構なことを報告してたら問題ですよね。Yes って言ってたら、時折なんかグッドみたいなことが聞こえるから、まあ、多分問題はないんだろうなって思うんで。じゃあ大丈夫。そう、それぐらいのことだと思うんですよね。なるほど、ちょっとすごい勇気をもらいました。ちょっと行ってみようと思います。堀さんなんて海外旅行超向いてると思いますよ。私も思うんです。ハマっていろんな国にピョンって行くタイプですよ。ああ、確かにそうかもしれない、スマホあったら何だってできますから。シンガポール行った時はご挨拶しに行きますね、はい、ご挨拶なかった場合はないなって思いますよあれ、これからちょくちょくあのまたコラボしてくださいね。ぜひぜひお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すごいたくさん相談に乗っていただいて、とんでもありません。勇気が出ました。楽しかったです。またあのコラボ楽しみにしております、はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。またさよなら。さよなら。